っときますか。言っときますか。楽しい。こんにちは、ケンオウです。今日やってきていますのは、ちょっとまだ分かりにくいかとは思うんですけど、ここは熊野大社に今日は来ていまして、先ほど前を通ってきた映像がありますので、まずはそちらをご覧ください。いや、那智の大滝が見えるよ。見えるね。外からでも見れるとは思わなかった。お、こっからもいいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう。電柱邪魔やけど。さ、那智の大滝も見れたし、はい、スルーします。毎度毎度観光地スルーです。すでに駐車場がもう満タンになってました。いえいえ、私は寄るんじゃないんですよ。私はね、ここが目的地じゃないんです。さて、はい、やってきましたね。こういう景色のところを走りたくてやってきました。はい、ということで、今日は、那智の大滝がある熊野大社というところに来ています。来ていますというよりも、もう通過した後なんですけど、熊野大社のですね、奥といいますか、さらに上流で登っていくと細い道に急に切り替わってまして、でそこの先がですね、さらにどんどん進んでいくと、どこまで行くんだろうってずっと見ていたら、ああ抜けられそうだっていう風になりまして、ルート設定をしていたのですけど、 Google は通すんですけども、例のごとくナビタイムの方のツーリングサポーターは道が途中でぶっつり切れてて、案内することができませんでした。Google が案内しているということは車 OK という道になるんですけども、実際、ナビタイムで設定をしたら大きく迂回をするみたいな感じのね、道案内に変えられてしまって、2時間ちょっとぐらい到着時間が遅れるというような設定になってます。やっぱ気になるかなと思ったのでですね、来ちゃいましたと。で、まあまだまだその分岐点ではまだないんですけども、この先に細い道になってると思いますので、そちらに行ってみようと。で、実際に引き返さなきゃいけないのかと、ナビタイムの方が正確なのか、 Google の方がやっぱすごいのかっていうようなところをですね、検証したいかなと思います。では行ってみましょう。ではエンジンスタート。本当ね、熊野大社を過ぎてから数百メーターぐらいですかね、有料駐車場ってやつが最後のやつを過ぎて100メーターも走っていないぐらいの距離でこの景色でございます。正式にはね、まだ入り口に来ておりません。ここはまだ県道なんぼかちょっとわからんけど、まだね、大きい道になってます。地図上では県道46、和歌山県道46となっています。音がね、聞こえないかもしれませんけど、先から方法華経と、よいしょ、それ以外にもいろんな鳥が鳴いているようですよ。ここはまあカットかもしれんな。急な道の細さっていうこの変貌の仕方については、まあ国道チックな感じはするんだけども、さすが熊野大社の近くということでしょうか、しっかり整備されている気がします。まあちょいちょいひび割れとかあるけど、でもそれ補修した後っていう感じでもあるし、何よりちゃんとアスファルト、なんだここ何よりちゃんとさ、こんなのがあった、こんなのと言ったの失礼かもしれないよ。準備している間にも何台か車
に抜かされてったっていう道でもありますので、まあ、この先別のところにもつながっていると思います。こんなところにも女人荒野とかある。妙法山、阿弥陀仏、妙法山、妙法山っていうところを過ぎたら雰囲気ガラッと変わりましたね。今までなかった落ち葉が左右にあるぞ。およそ100メートル先、直進です。その先、5キロ以上道なりです。お、来た。多分地図的にはここが入り口で、私が向かおうとしている道はあれだな。まあ右じゃないよな、あっちじゃないよな。うん、閉鎖はされていない。夜中は閉鎖されてるということやな。はい、それでは本番という感じですかね。こっからがその見つけた細道、熊野大社につながる道、まあ、メインはね海側の方からつながって山を登っていく道なんですけども、こちらは奈良県側の方へずっとつながっている、まあいわゆる熊野古道かどうかはちょっとわからないけど、そちらの山へつながっていく、さらに山を登っていく感じですよね、これね。でルートを見ていくとね、途中でどんだけ拡大してもナビタイムの方、ツーリングサポーターの方には道がない。当然道がないので、その先にある地点を中継地として指定しても、一旦 U ターンをして、で反対側へ行くという、すごい遠回りな道を案内されます。 Google はあっさりここ通してくれたんですよね。Google がいいかって話でもないんだよね。Google の怖いところは、これを車でも通れますよみたいな感じの案内を出しちゃうところだよね。そして過去の対戦、ちょっと成績としては記録してないけど、 Google が正しかったりナビタイムが正しかったり、いろんなパターンがあるので、正直どっちもどっちって感じ、まあ、だから確かめに行ってみようかなと思ったんですけどもね。さすがにね、下道で大阪からやってくるのはなかなかなもんでしたね。今のところ荒れてるみたいな感じはないかな。ただ見ていただければ分かる通り、細いな、見通しが全然ないわ。道がこれだけ綺麗だと対向車も来そうな、交通量はそれなりにあるんやろうかって思うので、対向車に注意しなきゃいけないっていう緊張感がありますね。ふう、軽トラとはいえ対向車線来た。時々トラップがある。あんな道のど真ん中にあのマス穴っていうんかな、開いてるなんて。この道は熊野古道ではありませんという立て札がありましたね。そうですね、この道をずっと走っていくと熊野大社の方にはたどり着けないか。熊野大社3つあるんだったっけ。奈良県側にあるやつやったかな。まあ、あっちの方とは逆方向へ向いてるから、どっちかっていうと三重県の方へ向いてると言いますか、まあ、順当に行くとですか。あれ、砂利道になってる。え、大丈夫やな、アスファルトが、まあ、あの細かくなっただけで
かな速度でダップ来た。左側に寄ってってても怖かった。うん、さっきからトレッキングっていうんかな、ハイキングというか、まあ、杖というんかな、あの両手に持ちながら歩いてくる人たちと随分すれ違ってきたけど、ことごとく外国の方やな。この道をアルファードが通ってった。アルファードでいいのかな、エルファイアとアルファードの区別がこれには分からん。真ん中にオガグズが発生しだしましたけども、緑は綺麗、地面の上にある木の上にある緑は綺麗。時折聞こえる鳥のさえずりもすごく綺麗。ただ道はね、それなりに整備されてはいる。整備というかお掃除かな、されてるけど、おお、これ整備されてるけど、それ以上にこう荒らすやつがいるっていうんですか、荒れる場所っていうかな。経由地付近です。急にその先砂利っぽくなるんだ。5キロ以上道なりです。急に砂利っぽくなるな。ほい、はい、それではこの先がナビタイムでは案内をしないというか、道が存在していないという区間にと突入します。はい、経由地です。今のところ地図が見えてるけど途中でなくなるんちゃうかな。進入禁止。おお、ある、ある。新しいルートで案内します。多分しばらくね、折り返せっていう案内か。ワープして折り返せみたいな案内になると思うけど、逆にこう木がなくなった代わりにこう石ゴツゴツだけど、道が綺麗になった。いや、落石がある、ある、あー、小川もある、ある、ある。あー、行っときますか、行っときますか。楽しい、あー楽しい。うー、垂れてきてる、垂れてきてる、垂れてきてる。もう砂だ、ここは。よいしょ、あ、何あれ、砂で固めてるとは思えないから、土砂が流れていってるんだろうな、あれな。いや、乾いててよかった。こういうところをやっぱり走るときはそれなりにあの通行止めとかないか調べてはいるんですよね。でもう一つ重要な要素としては天気ですね。当日はもちろんなんだけど、その走ろうと思った日の 2,3 日ぐらい前には雨降っててほしくないんですよね。道がね、ぬかるんでるっていうか乾いてないっていうケースがこれまでも何回も味わってきたので、気をつけてはいるんだけどね。それでもね、まあいつもだいたい直前か前の晩にどこ行こうかなみたいなことになってるんで、おお、行く先のね、行き先の選定もいつもいつも困ってるんだけど、今日は本当はね、
高野山の方向に行こうかなと思ってたんだけど、2日ぐらい前にちょっと雨降ったかもしれんなっていう感じがありまして、ただでさえやばいのにぬかるんでるかもしれんなっていう道だったので、まあ大事をとってですね、ほーほー、うわ、雲が上にあるか下にあるかよくわかんない景色。どうなってんの、目の錯覚になってんのかな、雲が向こうの方にスーって通ってるようになってるわ。あー、さっきあの辺に、あの辺ってかどうかわからへんけど、海のところにいたんだから、だいぶ登ってきたね。ナビタイムが通さないっていう道、道が存在していないっていう割にはちゃんとあるぞ。うんうん、ルート、そうだな、ルート探しっていうところでの話だけど、私ね、一応毎年毎年長距離を行こうかなって毎回毎回思ってるんだけど、今年はね、よいしょ、この動画が上がってるかどうかわかんないけど、どっちが先かわからないけど、新しいルートで案内します。おっと、つないでないわ近所の別の行き止まりの道の方に、案内をしてくれたみたいですね。こういうのしょっちゅうあるんで、今一生懸命ね、ナビタイムにとっては道がないからパニクっている状態ですね、ナビタイムにとってはね。でね、道の、まあ、ルートなんだけど、今年の長距離は千葉県に、房総半島ですね、千葉県に行けないかなということでね、あの24時間日付変わる前に帰ってくれば日帰りだよねっていうあれをね、やってみようと思ってるんですよ。あのね、海ボタル、あそこをちょっと走ってみたいなって気もするんで、そこから千葉に入ってですね、千葉県はね、走ったことがない、うん、房総半島は全然ないんで、すごい楽しみなんだけどね。他にもね、まだあの四国の方とか、あの富山の方とか考えているんで、行けたらいいなーって言ってね、そういうのをワクワクしながらルート選んでるっていうのも楽しいですからね。相変わらずナビタイムにとっては道がないんだな、ここ。あー、すごい絨毯だ。でも車が通っているんだな、落石ポイポイあるけど、まだね、ここ、まあ、確かに荒れてるといえば荒れてるけど、2速で走り続けてられるから、そう悪い道でもなさそうよ。いや、俺の物差しとは違うのか。ひどい時はもう1速の半クラでなんとかっていう感じのところもあったからね。なんとなく下りに入ったかなっていう気がする。頂上越えたか、気持ちがいいでこれ。距離がちょっと長くてうんざりするかもしれないけど、そういやミシュランに履き替えてからこういう道を走るのは、まあ、川向き以外で言うと初めてか。古い方よりも確かにグリップはちょっとないような感じはするんだけど、グリップ力がないというんじゃなくて、無駄な抵抗感がないっていうのかな。まあ、私なんぞのね、実力ではそのタイヤのグリップがあるなしだなんて、そんな速度域まで回せませんから。けどね、そうだな、素人考えだけど軽くなった感じがするかな。ひらひら倒せるかっていうと、私ようひらひら倒しませんからわからないけど、ビワイチで感じてたグリップがなんかないなっていう感じは出してる感じ。うん、琵琶湖一周行く何キロあんねんって。川向きはまだまだやったんかな。
結構な距離なんやけど、ふう、これ道が広くなってるというか追い越しポイントがある、あ違う、リゴポイントか。でもまだ全然道ないよね、違う道の方にルート案内してるもんね。行けそうな気はするんだけど、こんだけ道がしっかりしてるとね、ゴール直前でまた通行止めって食らうのもまた辛いんだけど、うーん、そういや洗車してオイル交換したてだったな。いやー、うん、周りを景色を見る余裕はない区間やったな。いや、過去形で語るにはちょっと早かった。保護ランプをつけてても分かりづらい。おー危ね、よう分かった、うん、今の俺よう分かった。路面がうねってた。あそこ入ると向き変わるからな。道レベルが上がってきた。真ん中こけたもんな、ずっとこけロードや。危なくて中、あの真ん中走れねえ。おーちゃー、うわっちゃー、よいしょ。たまにあるよな、あの罠。シールドが傷つかんかな、大丈夫かな。一応新品よまだ。ふう、だいぶ神経的に疲れてきてるな、うん、と思うよ。ずっと下り道やな。下り道っていうのも神経使うわ。下りはね、ブレーキが繊細になるというか気ぃつけなあかんからな。まだ繋がないよナビタイムは。お、え、ちょっと待って。上の手彫りに気を取られたら地面割れてたっていう。あー危ねえな、油断を誘われる感じ。手掘りだーと思って上見ようと思ったら路面バキバキに割れてた。いやー疲れるよこれは。基本的に今日、今現時点で6時間かな、6時間、ほぼ6時間ずっとこういうくねくね道を走ってるもんな。ところどころこうバイパスっぽい道もあったけど、広域機関林道なんて読むかわからないな、多発瀬線電、いやわからないな、18キロもあんのこれ。いやまあどことつながってるかがわからないからなんともやけど、多分あれ入り口みたいに考えると、ここでさすがに通行止めでを引き返せはないやろう。いや、フラグになったら怖いからちょっとやめようか。お、おー、唐突に抜けた。それでもまだナビタイムはつなげないけどね。あ、一応閉鎖するやつはあるんだな、これな。今つなげたよ、今だよ今。ここまで来てやっとつなげたぞ。ここどこなんだろう、ないか、抜けれましたね。これ何号線だろう。ナビによると168号線かな。お、道の駅がある。大抵道の駅寄らないけど、何道の駅。およそ2キロ先、
おぼろ橋街道熊川です。雪下ここ通ったの俺。ルートの軌跡残ってるもんね。あらららら。おお。雪下ここ通ったんだ俺な。とりあえず通り抜けてよかったなという感じですね。では今日の動画はここで終了したいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。またあるどころの道でお会いいたしましょう。それでは皆さん、おっとカーブでした。それでは皆さん、さようなら。